西ネズミザメ、西ネズミサメラムナネススは、ネズミザメ科のサメの一種。北、大西洋と南半球の温帯から亜寒帯の海洋に分布する。北、太平洋には近縁種のネズミザメが分布し、同等の日地を占めている。体は太く頑丈で、第一背びれと胸びれは大きい。2.5メートル、135キログラム程度になり、 背面は灰色、覆面は白。ネズミザメとは第一、背びれ後端の白い模様で区別できる。餌は甲骨魚やイカ。海遊を行い、沿岸から水深1360メートルの深海まで幅広く泳ぎ回る。機能によって体温を維持しているため、寒い海でも活発に活動できる。遊び行動も知られている。 卵食性の体制で、胎児は母体が排卵する卵を食べて育つ。毎年繁殖し、産子数は4。人を攻撃した例は、ごくわずかである。ゲームフィッシュとして高く評価されるほか、肉やヒレも高値で取引される。北、大西洋では1950の60年代の乱獲によって、個体群が大きなダメージを受けているが、 現在も漁業が続けられている。IUCN は全体の保全状況を気球としている。石灰化した噴部の軟骨。種商名ネススは美を意味する。1788年のタブローエンサイクロペディックイメチェディッヒデトロアレイン・デラ・ネーチャーにおいてフランスの博物学者ピエール・ジョゼフ・ボナテールにより記載された。これはウェールズの博物学者 トーマス・ペナントの1769年の記録に基づいている。この時の学名はスクオリス・ネススで、種小名ネススは、ラテン語で、美、を意味する。1816年、フランスの博物学者ジョルジュ・キュビエは本種を独立のラムナ・ア族に含めた。その後このア族ア族に昇格された。英名ポル・ビーグルの語源は定かではないが、一般的には、 ネズミイルカルイとビーグルの合成語で、その体系としぶとく狩りを行うことにちなんだものと推測される。他の説としては、コーンオール語の港と羊飼いに由来するというものも、ある。オックスフォード英語事件は、単語の前半は、コーンオール語の借用化変形で、これに、英語のビーグルが組み合わさったものだとしている。だが満足のいく。 コーンオール語の言語は提示されていない。また、この英語辞典では、フランス語で豚を意味する、ポルや、一般的に語源とされるポーパスとのつながりを示す、証拠はないことも指摘している。他の英名として、アトランティック・マクラル・シャーク・ブメリス・シャーク・ボトル、ノーズ・ド・シャーク、ブルードッグなどがある。形態学や無トドナに基づいた、系統解析研究では、本種は、北。 太平洋に分布するネズミザメの姉妹群だとされる。ネズミザメ族は6500から4500万年前に出現したと考えられるが、原生種2種が分離した時期は定かでない。だが、おそらく北極海の海氷の形成が北太平洋と北大西洋の個体群の種メ文化に関係したと考えられている化石記録は、 中心予後期のベルギーと、オランダ、センシニオのベルギー、スペイン、チリ、コーシニオのオランダの地層から知られている。また、本種によく似たネズミザメ属の葉が、四神与中低後期の南極半島沖、セームール島のラメセタ層から発見されている。ネズミザメ属の生態の葉は、変異が大きく、化石記録には大きな混乱がある。両半球の艦隊に広く分布する。 温帯、熱帯域には分布せず、北、太平洋でも、本種の日地をネズミザメが占めているために分布しない。主に北緯370度、南緯350度で見られる。北、大西洋では、北原は、カナダ沖のグランドバンクから、グリーンランド南部、スカンディナビアロシア。南原は、ニュージャージー州から、バミューダ諸島、アゾレス諸島、マデーラ諸島、モロッコ。 地中海でも見られるが、国海には生息しない。通常は名入するとしてもサウスカロライナ州やギニア湾までだが、北西大西洋のメスは出産のためにサルガス疎海やイスパニオラ島まで侵入することがある。南半球では南極収束線より北に連続的な帯状に分布すると見られ、北限は南米ではチリからブラジル南部、南アフリカでは 西ケープ州、オセアニアでは、西オーストラリア州南部から、クイーンズランド州南部、ニュージーランド。本州が、南半球に進出したのは、約260万年前に始まる、第4期氷河作用の間だと考えられる。この時期には、現在よりも熱帯域が縮小していた。沖合の体を好むものの、震度1360メートルの海盆から1メートルに、満たない。 沿岸域まで、海中のあらゆる場所で見られる。異常な記録として一例のみ、アルゼンチンのエンコマルチキータから、容体の報告がある。ブリテン諸島での追跡調査では、同じ個体であっても短期間の間に著しく、移動パターンを変えることが示された。上下運動は、水深と水温清掃に影響され、浅い非清掃水域ではあまり上下に移動しない、または、 日中は朝場、夜間は深場という日周延直移動の逆のパターンを示す。深い清掃水域では逆に、日中は水温約層より、下、夜間は氷層という通常の日周延直移動を示す。水温1摂氏23度の範囲から報告されているが、通常は5摂氏10度の海域を好む。北、大西洋と南半球の個体は、 完全に分離している。北、大西洋では交流の少ない東西2つの個体群があり、一例のみアイルランドからカナダへ 4260km を渡った例が報告されている。南半球でもいくつかの個体群が存在するようである。北、大西洋では性別と大きさによって分離した群れを作っており、南半球でも少なくとも 大きさによって分離している。例えば、スペインでは、オスが、メスの2倍存在するのに対し、スコットランドでは、メスがオスより30%多い。また、ブリストル海峡では、未成熟のオスが主である。成長した大型個体は、若い個体より高緯度で見られる傾向にある。両半球において、季節的な回遊が観察されている。北西大西洋では、 多くの個体が春を、ノバスコシア沖の大陸方の深部で過ごし、晩夏から秋にかけて500-1000、キロメートル北のグランドバンクや、セントローレンス湾の旋回に移動する。12月には、成熟したメスは出産のために2000キロメートル南のサルガス疎海に移動する。このメスは、メキシコ湾流の下にある冷水をたどるため、日中は600メートル。 夜間は200メートル維新を保つ。北東大西洋では、春から夏を浅い大陸方で過ごし、冬にかけて、北方沖合の深い場所に移動すると考えられている。2300キロメートルもの距離を移動することもあるが、一度目的地にたどり着くと比較的狭い地域に泊まる傾向がある。南太平洋では、 冬から春にかけては30度 S より北の亜熱帯で過ごすが、夏は35度 S より南に戻り、阿南極諸島でもよく見られるようになる。南半球で捕獲された個体。第一背びれ交端の白い模様は本種に特有である。体は非常に頑丈な防水系。糞は長い円錐型で先端は尖る。内部には高度に石灰化した軟骨があり硬い。 目は大きくて黒く、窓かまくはない。鼻孔は小さく S 字状で、目の下前方に位置する。口は大きく、強く曲がり、ある程度突き出すことができる。北、大西洋では、上学歯列は28から 29, 下学歯列は26から27。南半球では、上学歯列は30、31、下学歯列は27、29。 角波は強くこを描いた木部と、ほぼまっすぐの水のような剪刀を持ち、一体の小剪刀が左右にある。最も小さい個体では小剪刀はないこともある。五体のエら列は長く、胸びれの規定より前にある。胸びれは細長い。第一背びれは、胸びれの規定の直後から起手し、大きくて高く、先端は丸いー。腹期は、第一背びれより、かなり小さい。 第2背びれと尻びれも同様に小さく、対鼓部に対今し、基部が細くなっているために左右に動かすことができる。小柄の側面には明瞭な水平隆起があり、その下にも第2の短い隆起線がある。尾ひれは大きく、三日月型で、下端の長さは、常用と同程度である。尾柄の上下には、桜花があり、尾ひれ常用の公園先端には、深い結国がある。 皮膚は柔らかく、平たく小さな皮場で覆われ、ビロードのような質感となる。各皮場には、公園の突起に続く三本の水平流器がある。背面は、灰色から暗灰色で、胸びれも同様である。覆面は白。南半球の生態は、東部下面に暗い模様があり、腹面にくすんだ斑点が散らばることが多い。本種に特有の配色として、 第一背びれの後端が開白色から白となることが挙げられる。最大で全長3.7メートルという報告があるが、これは他のネズミザメ類との混同の結果であるかもしれない。通常は2.5メートル程度である。北、大西洋ではメスはオスより大きくなり、最大でオスはオサ長2.5メートル、メスは3.0メートル。 南半球の個体はこれより小さく、死有の大きさも同じくらいで、最大で、オスは、オサチョウ2.0メートル、メスは2.1メートルである。ほとんどの個体は135キログラムを超えない。最大で、スコットランドのケースネスで捕獲された個体の230キログラムの、記録がある。流線型の体と長いエラ列は、高速で活発な動きへの適用である。 高速で活発な種で、単独、または、群れで見られる。防水系の体、側面に水平流気のある細い小柄、三日月型のおひれは速度を維持するための適用であり、マグロやカジキなど、活動的な魚類との修練進化だと考えられる。本種とネズミザメは、ネズミザメ科の中で最も太い体を持ち、全長と対抗の比は4.5に近い。 このため泳ぎは非常に硬いもので体をほぼ固定したままおのみを振ることで機動性を犠牲にして高いエネルギー効率で推進力を生むことが可能となっている。本種はエラの表面積が大きく組織に大量の酸素を取り込むことができる。体側には後期的代謝を行う接近の短い帯がある。これは通常の発近とは独立に より少ないエネルギーで収縮することができ、遊栄持続力を高めている。本種は遊び行動が確認されている数少ない魚類の一つである。主にコーンウォール沖において、本種が水面に浮かぶケルプの養状態の上を転がったり、繰り返し体に巻きつけたりする行為が観察されている。これは探索行動や自己刺激行動である、可能性もあるが、 単にケルプに潜む小型生物を食べたり、太陽の寄生虫を落としたりするための行動である、可能性もある。また、群れの中で互いに追いかけ合う行動も報告されている。流木の破片や釣り具の浮きなど、水面に浮かぶ、天然、人工物をつっつく投げるカムなどして遊ぶ行動も、見られる。本種の捕食者は記録されていないが、ホホジロザメと、 シャチが天敵として考えられる。アルゼンチンで捕獲された小型個体に、黒ヘリメジロザメのものに似た髪跡がついていた記録があるが、これが、捕食行動によるものか、主観闘争によるものかは不明である。寄生虫として、常虫のジノボットリウムセプテリアヘパトキシロン、トリキーリー、カヤシ類のジネモーラプロダクタラミニフェラデッロ、ジュラドイパンデラスフローラデナスが知られている。 自然死亡率は低く、北西大西洋では、幼体で年間10%、生体有で15%、生体メスで20%である。歯は魚を捕食することに適応しており、長い戦闘と微小な小戦闘を持つ。活動的な捕食者で、主に小中型の甲骨魚を食べる。遊泳性の水魚サバイワシニシンサンマカなどのほかタラカ。 メルルサカ、コウリュウオカ、マトウダイカ、イカナゴカ、ダンゴウオカ、カレーメなどの低生魚も捕食する。トウソク類、特にイカも重要な獲物であり、稀にアブラツノザメイコクエイラクブカなどの小型のサメも捕食する。いないようものからは、偶発的に飲み込んでしまったと見られる小型の海類、甲殻類、極秘動物や他の無脊椎動物のほか、小石、羽毛、 ゴミの破片などの未消化物も,も発見されている。北西大西洋では、春には主に遊泳制魚類やイカ、秋には低制魚を食べる。これは、春から秋に本種が次第に深い場所に移っていくことに対応し、その場所で利用しやすい生物を食べていると考えられる。このことから、本種は日和み的な捕食者で、餌生物への得意性は高くないと見られる。 春から夏にかけて、ケルト海やスコシア大陸方の海縁では、高密度の動物プランクトンに集まる魚を追って、潮積によって形成された、断水海の前線に、本種の群れが出現する。狩りを行っている個体は、定期的に表層からそこまでを幅広く泳ぎ、数時間おきに、元の深さに戻ってくるという行動パターンをとるが、この上下運動は嗅覚に誘導されていると、 考えられる。一切一メートル程度の容体は、オキアミやタモル類を食べるという報告がある。オスとメスの生殖期間。繁殖サイクルは特殊で、量半球でほぼ同じ時期に行われる。これは、繁殖が、水温や日照時間の影響をあまり受けないことを意味し、おそらく生理的に内温性であることによるものである。交尾は主に9から11月に行われるが、 シェトランド諸島では1月に、交尾による真新しいみ傷のついたメスが報告されている。オスは、メスの胸びれ、エラの周囲、体側に噛みついて、体を固定し、交尾を行う。北西大西洋では、ニューファンドランド島とメイン湾内のジョージバンク上の2カ所の繁殖地が知られている。生態メスは、右側の卵巣と両側の子宮が機能する。 おそらく毎年繁殖し、一つの子宮に二匹の胎児が、互いに逆向きに入るため、典型的な産子数は4となる。稀に、産子数は1から5の幅で変動することがある。妊娠期間は8、9ヶ月。ネズミザメ科の多種と同様に、卵食型の無胎盤性体制であり、胎児は母体が供給する未受精卵を食べて成長する。 このため、妊娠期間の前半のメスは、長さ7 5トル程度の卵殻に包まれた小さな卵を子宮内に大量に排卵する。胎児は、最初、卵黄脳によって成長し、3.2から4 2トルで孵化する。この時点の胎児はよく発達した外エラと螺旋腸を持つ。4.2から9 2トルで外エラと卵黄脳は、 ほぼ再吸収されるが、まだ卵角に包まれた卵を食べることはできない。10から12センチメートルになると、胎児は下顎に2本の大きな牙、上の歯を発達させ、これで卵角を破ることができるようになる。上顎にもこれよりは小さいが、2本の歯が発達する。その後、胎児は卵をど欲に食べ始め、胃は大きく膨らむ。これに伴って、腹の筋肉は、 中央で断裂し、皮膚は大きく伸びる。20から21センチメートル程度の胎児は色素を欠いているために目を除いてピンク色であり、頭部とエラはゼラチン質で横に膨らんでいる。30から42センチメートルの時点で胎児の体重の81%は胃に蓄えた卵黄となっている。34から38センチメートルで 胎児は色素を獲得し始め、牙が抜け落ちる。このあたりで、メスは、排卵を停止する。胎児は、子宮内に残る卵を顎で潰すか丸飲みすることで、消費し続けるが、やがて胃に蓄えた卵黄に、主な栄養を頼るようになる。胎児は栄養を、胃から肝臓に移し始め、胃の収縮に伴って肝臓は、急速に拡大していく。 4 0トルになると色素が完全に生成され、5 8トルで出生時の外見を獲得すると想定される。この時点で胃は収縮しており、腹部の筋肉は再結合して実体は異なるがへそのような跡を残す。両角には数列の単線頭の歯が生え揃うが、これは倒れており、出生までは機能しない。幼体と生体。 出生時は58から67センチメートルで5キログラムを超えない。重量の1、10程度が肝臓で、胃内部にはまだ卵黄が残っており、食事を覚えるまではその栄養で成長する。胎児の成長率は全体として7から8センチメートル、ガツ程度である。時折、子宮内の一方の胎児がもう一方よりかなり小さくなることがある。これは子宮内で、 前向きの胎児が母体の排卵する卵をほとんど食べてしまうことや母体が全体に行き渡るほど十分な卵を排卵できないことによる。出産は4から9月で、北大西洋では4の5月、南半球では6から7月に最も盛んである。北西大西洋では出産はサルガス疎開の深度500メートル程度の場所で行われる。 成熟するまでの成長速度は、死由であまり変わらないが、メスは、生成熟が遅いためにより、大きくなる。生後4年までの成長率は、年間16から20センチメートルで、両半球であまり変わらない。その後は、南西太平洋の個体は、北、大西洋の個体より、成長速度が落ちる。北、大西洋では、オスは、 お砂町1.6から1.8メートル6から11歳、メスは2.0から2.2メートル1218歳。南西太平洋では、オスは1.4から1.5メートル81歳、メスは1.7から1.8メートル1518歳で、生成熟する。最高齢個体の記録は26歳で、全長2.5メートルだった。最大寿命は、大西洋で3040年。 南太平洋で65年程度と推定される体幹の断面図。中央部には接近がある。他のネズミザメか同様に内音性で接近の代謝熱を体内に止めるための特殊化した血管系である肝を備えている。これは対抗流交換系となっており効率的な熱交換器として機能する。本種は様々な場所に肝を持っており、 脳と目に接続する、眼下部の肝、u 泳筋に接続する、体側皮下の肝、内臓界に接続する、肝臓上部の肝、腎臓の肝などがある。本種が、深部体温を保つ能力は、サメの中では、ネズミザメに次いで2位である。接近は石柱に沿って走り、その側面には体上に並んだ4000本を超える細い、動脈からなる肝がある。 体の深部は、周囲の水より8摂氏10度暖かく、これは、ネズミザメかないで最も高いものの一つである。内温性であることで、高い巡航速度の維持、深海での長時間の活動、陶器でも高緯度での活動が可能になり、他のサメが利用できない獲物を利用できるようになっている。目の機毛は、脳と目の温度を3摂氏6度上昇させ、 おそらく深度変化による急激な温度変化からこれらの繊細な機関を守るのに役立っている。また、潜在的には視力の向上や反応時間の減少にもつながる。その体格から人間やボートを攻撃することは可能であるが、そのような事例は稀にしか報告されていない。2009年の国際サメ被害目録では3件の 攻撃を本種によるものとしており、一件は人が挑発した事例で致命的ではなく、二件はボートに対するものだった。ある古い逸話には、海面から飛び出した個体が漁師の服を切り裂いたというものがある。遊泳者がネズミザメに噛まれたという報告は他にもあるが、これは青ザメやホホジロザメを誤認している可能性もある。最近、 北海の石油プラットフォームにおいて、潜水作業員に接近する一個体の生態が撮影された。この個体は時折体を軽くすりつけたが、危害は加えなかったため、捕食が目的ではなく防御行動、または好奇心によるものだったと考えられる。過去には、小型魚種を狙った軽量の網を傷つける、針にかかった魚を奪い取るなどの行動から漁業者に、 嫌われていたこともあった。本種はアイルランドや英国、米国の釣り人にゲームフィッシュとして高く評価されている。引きは強いが、青ザメのように空中に飛び出すことはあまりない。初心者は本種を青ザメと間違えることがよくあり、ニューイングランドでは本種にファコの愛称がつけられている。国際ゲームフィッシュ協会は本種の記録をとっている。 ハエナワで捕獲された本種。漁業的に重要で、釣り人にも好まれる。肉とヒレを目的に、本種は長期間にわたって高い漁獲圧を受け続けている。肉は生、冷凍、干物、塩漬けで販売される。1997から1998年の価格は57ユーロ、キログラムで最も高価なサメの肉の一つであった。 需要のほとんどはヨーロッパだったが、米国や日本にも輸出された。ヒレは、フカヒレとして、東アジアに輸出され、残った残骸も、比較、干油魚粉などに加工されることがある。本種の貿易は、かなりの量に上ると見られるが、多くは、複数種が混同されているため、種レベルの正確な輸出入量データは得られていない。 主にハエナワで漁獲されるが、差し網流し網トロール量、手釣りなども用いられる。価値が高いため、混獲された場合でも保存されることが多いが、戦争が足りない場合は、フィニングを行い残骸は捨てられることもある。本種に対する漁業は1930年代、ノルウェーとデンマークのハエナワ漁船によって、北東大西洋で開始された。ノルウェーの漁獲量は、 1926年には279トンだったが1933年には3884トンとなり第二次世界大戦後に再開された直後の1947年には約6000トンを記録したその後すぐに資源は枯渇し1953から1960年には年間12001900トン 1970年代初期には160、300トン、1980年代後期から1990年代後期には140トンとなった。デンマークでも同様に1950年代初期の1500トンから1990年代には100トン以下にまで減少した。フランスとスペインは1970年代に量に参入した。 フランスの漁船は主にケルト海とビスケー湾で創業し、年間漁獲量は1979年の1000トン以上から1990年代後半には300、400トンに落ち込んでいる。スペインの年間漁獲量は変動が激しくほぼ0から4000トン以上に及ぶ。これは漁獲努力をあまり利用されていない海域へと移していったことを、 反映していると考えられる。北東大西洋での資源減少により、ノルウェーの漁船団は1960年代に西方のニューイングランドニューファンドランド沖に移動した。数年後にはこれに、フェロー諸島のハエナワ漁船も加わった。ノルウェーのこの海域での年間漁獲量は、1961年の1900トンから1965年には9000トン。 以上に増加し、本種がスマリ漁の名で広く流通しているイタリアに、主に輸出された。その後6年でこの海域の資源も枯渇し、1970年には、ノルウェーの漁獲量は1000トン以下に、フェロー諸島の漁獲量も同様の傾向となった。これに伴い、ほとんどの漁業者は別の海域に移動するか、別種の量に切り替えた。その後25年間で、資源は、 次第に回復し、乱獲前の30%に達した。だが1995年、カナダが排他的経済水域を設定して本州に対する漁業を始めると、1994から1998年に漁船団が年間12000トンを漁獲したことで、2000年には乱獲前の1117%に再び減少した。 2000年に導入された厳しい規制と少ない漁獲割り当てによって本種の個体数は再び回復に転じたが繁殖力の低さから回復には数十年かかるとみられる高い漁獲圧によるヒート的な人為選択が代償成長応答を引き起こしており成長速度は速くより早期に成熟するよう変化している南半球での商業漁業の状況はあまり 報告されていないが、より価値のある、南マグロメカジキマジェランアイナメなどを狙った、日本、ウルグアイアルゼンチン南アフリカニュージーランドなどの、遠洋ハエナワ漁船によって大量に混格されていると、見られる。ウルグアイの遠洋マグロハエナワ漁では、本種の混格は1984年の150トンが、ピークだった。 この漁業における1988から1998年の捕獲努力量の記録は水揚げ量が90%下落したことを示している。これが個体数の減少によるものか漁法の変化によるものかは不明である。1998から2003年におけるニュージーランドでの年間漁獲量は1 5 3百トンでほとんどが未生態だった。 ウバザメと本種の古いイラスト。双方とも商業的に重要な種である。北、大西洋の東西で種源が急速に枯渇したことは、他のサメ量でも典型的に見られるに、我が景気パターンとしてよく言及される。産子数が少ないこと、成熟に時間がかかること、様々な年齢の個体が同時に捕獲されることによって、本種は乱獲に、 あまり体制がない。IUCN は全体的な保全状況を気球としている。北西大西洋とバルト海では絶滅危惧、北東大西洋と地中海では絶滅寸前と評価されている。本種は海洋法に関する国際連合条約の付属書 I、移動性野生動物種の保全に関する条約の付属書 I に掲載されている。カナダ、 米国、ブラジル、オーストラリア、欧州連合、大西洋マグロ類保存国際委員会を含む、超国家的団体によるサメのフィニングの禁止も、本種の保護に貢献している。ワシントン条約の動物委員会は本種に、追加の保護を提供するよう勧告したが、2008年と2010年には、本種の掲載は見送られた。2013年3月、本種は、 正式に CITES の付属書2に掲載され国際取引における規制強化が可能になった。南半球での唯一の規制は2004年に設定されたニュージーランドの漁獲可能量で年間249トンとされている。北東大西洋では長期間にわたる減少傾向にもかかわらず規制は行われてこなかった。1985年から 欧州諸共同体の海域において、ノルウェー200トン、フェロー諸島125トンの漁獲割当てが設定された。これは1982年に設定が考えられていたノルウェー500トン、フェロー諸島300トンよりも少ないが、実際にはこの海域での漁獲量は設定された。割当量より多く、実効性がないと考えられる。地中海では、 絶滅寸前で20世紀中頃から個体数は99.99% 99以上減少している。生息域は生育場があるとみられるイタリア半島周辺のみに縮小しており過去数十年の科学調査、メカジキ漁の根核、ゲームフィッシングなどによる捕獲個体を合計しても数十にしかならない。1995年の地中海の特別保護地域と 生物多様性に関する議定書では付属書3に掲載されたが批准されていない。1997年のヨーロッパの野生生物及び自然生息地に関するベルン条約では付属書3に掲載されている。緊急対策が必要であることが認識されているにもかかわらず新しい管理計画は未だ設定されていない。北西大西洋の個体群は 北東大西洋よりも良い状況にある。カナダ海域での漁業は1995年、カナダ大西洋岸での外洋生サメ類の漁業、管理計画において、年間の漁獲割当てが1500トンに設定され、時期、海域、漁具が規制され、混格や遊漁者による捕獲に上限が設定された。2 0 2年1年、カナダ水産、海洋省は、 詳細な個体群動体モデルにより、個体数を維持するには、漁獲量を200-250トンに止めることが必要だと結論し、2002-2007年の年間漁獲割り当てを250トンに設定した。繁殖地であるニューファンドランド島沖での創業も停止された。2004年、絶滅の危機に瀕するカナダの野生生物の現状に関する委員会は、本州が、 元々の個体数から大きく減少していることに基づき絶滅危惧とした。カナダ政府は本州に絶滅危惧手法を適用することはしなかったが漁獲割当てを185トンに減らした。米国では1993年の大西洋サメ類の漁業管理計画において処理後の水揚げ量で年間92トンの漁獲割当てが設定された。 2006年、アメリカ海洋漁業,業局は本種を Species of Concern に掲載したが、絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律を適用するにはデータが不足しているとした。ありがとうございます。